ところ属する魚類の分類群の一種。9か95属340種で構成され、オオカミウオなど、北半球の冷たい海に生息する種類が多い。ゲンゲアモクの魚類はすべて海水魚で、その多くは、北、太平洋あるいは北、大西洋を中心とした、寒冷な海に分布する。海底からあまり離れずに生活する、低生魚の一群で、 浅い沿岸部の岩礁域に住む仲間から、原華科のように、大陸方から、大陸斜面にかけての深海で暮らすものまで、その生息範囲は幅広い。ゲアモクの仲間は、一般的に細長い体型を持つ。背びれ、尻びれの規定は長く、腹期は、耐火的である。尾光を一つしか持たないこと、元腸頸骨を欠くことが、本阿目に共通する特徴である。しかし、 銀波目など鈴木目の他のグループと区別するための明瞭な形質は見出されておらず、本亜目及びところ属する各科の単系統制は不安定なものとなっている。原下亜目には、ネルソンの体系において9か95族340種が認められている。本亜目は鈴木目のとてに亜目と最も近縁な一群と考えられている。一方で、原華亜目を カサゴメに属するカジカカの姉妹群とみなす見解もあり、分類上の位置づけには今後変更が加えられる可能性がある。メダマウオカの一種。本家魚類は原下アモクの中で最も原始的なグループと考えられている。メダマウオカビチマステラデーは山賊七種からなり、本アモクの中では最も原始的な特徴を残す一群とみなされている。主に来た。 太平洋の沿岸域に分布する。長い背びれと尻びれには、棘状がなく、すべて南状で構成され、尾ひれとは連続しない。体側面の高い位置に側線がある。原華華の一種ボスロからブラニウム。水深3228メートルで撮影。原華の仲間は、観点室の柔軟な体を持つ、原華華の一種ズーセスアメリカーナス。長賀持続の魚は、 比較的浅い海に生息し、汽水域にも進出する、原下華の一種。水深2602メートルで撮影。本海魚類は一部を除いて利用されることがない原下華。ズーセデーは46属230種を含む、本阿目で最大のトガである。多くの種は、北、太平洋あるいは北、大西洋に住むが、北極海に15種。 南極海とその近海にも少なくとも21種が生息し、熱帯、温帯域に分布する仲間も少数ながら知られている。体は細長く、円筒型にやや近い。背びれと尻びれの規定は長く、尾ひれと連続し、ほとんどの種類では、棘状を持たない。口は、糞の先端か、あるいはやや下向きについている。腹気は小さく胸びれの前に位置するか。 ない場合もある。うろコは小さく、皮膚に渦漏れている。浮き袋を持たない。田植えが自家の一種。浅い海で生活し、親が卵を守る習性がある田植えが自家の一種。ランパニュースランプルテフォーミス。本属魚類は、日本近海にも分布し、底引き網で多量に水揚げされる。田植えが自家スティケイティ8は37属76種で、構成される。 長官隊から水深250メートル付近にまで分布し、ほとんどの種類は北、太平洋に生息する。銀ぽと名の付く種類が多いが、同じ鈴木木の銀ぽあ木とは異なるグループと考えられている。長い背びれには棘状が発達しており、ヒレ状のほぼ全てが棘状で構成される種類が多い。尻びれも長いが、棘状は1から5本。 フンから肛門までの距離は、おひれと肛門の距離と同じか、あるいはより短い。多くの種類では、産卵した卵を新魚が保護する習性を持つ。裸おかみをカクリプトカンサダイデーは一族四種から、なる。大西洋北西部から、北、太平洋に分布する。口は、斜め上向き。腹気がなく、背びれ、尻びれは、おひれと。 連続することが多い。背びれには、トゲ状が発達し、側線は、対価的である。錦木銀ポカの一種フィリスレタ。体色や、反紋の付き方は個体によって、多種多様である。スポッテッドウルフフィッシュアンリッチーズマイナー。大西洋沿岸では重要な漁業対象種となっている、ウルフイルアナリクシーズオーケラータス。本化魚類は、体の前半部が、 よく発達するものの、後半部は細長く貧弱である、坊主銀歩、ザプロレサイリネス。大きく明瞭なおひれを持つ、西木銀歩かファリベーワニアか3属十五種で構成される。背びれは尻びれのおよそ2倍の長さがあり、土下状が発達する。胸びれは小さく耐火的で、腹器も多くの種類では衣化あるいは欠いている。糞から肛門までの距離は、 尾ひれから肛門までの距離よりも長い。肋骨を持たない。側線はないか、あっても短い。新魚が卵を守る習性がある。ニシキギンポアカ、ニシキギンポアカ、フィライニーは一族11種。色彩に富む種類が多い。アペディクシーズマカアペディクシーズマカは二族4種。体色はほぼ単色である。オオカミウオカアンリチャディデイは二族5種からなる。 日本近海に分布するのは、狼をのみで、利用されることは少ないが、大西洋に分布する種類は、食用魚として重要である。ウルこはないか、ごく小さな縁うろコに限られる。側線は発達しない。胸びれが大きく、背びれは、棘状のみで構成される。腹気はなく、尾ひれも、非常に小さい。顎には、強靭な剣士と、大きな球歯を備える。 ハネガジ語チーでーは、ハネガジの実、一族一種。主に北アメリカの太平洋沿岸に分布する。日本近海にも産するが極めて稀。体は極端に、細長く、鱗がない。尾ひれと腹びれをかく。背びれには、竹の低い孤立したトゲ状が90本並び、その後ろに高い南状が並ぶ。側線を持たない。 体長は30センチメートル強と小さめだが、椎骨の数は220個以上に及ぶ。坊主銀坊かザプロレデーは、坊主銀ポのみ、一族一種。北海道からアラスカ、カリフォルニアにかけて分布。腹気と側線を描く。背びれの棘状は54から57本。体長は80センチメートルを超え、椎骨の数はおよそ60個である。スキタリナカサイトリナデーは、 サイトリナサーデールのみ、一族一種。北アメリカの太平洋岸に分布。目が非常に小さく、体の上面についている。背びれと尻びれは、体の後ろ半分にあり、尾ひれと連続する。腹気、鱗側線を持たない。ありがとうございます。